1週間お薬とお注射頑張ったらシュークリーム買ってくれるって。だからちゃんと買ってきたって。お兄ちゃんと3人で食べよう。カナメ、こっち来なさい。違うもん、これじゃないもん。前買ってくれたのがいい、綺麗で可愛いやつ。もういや、もう知らない、あっち行ってよ。お母様、今後のご予定なんですが。はい、辛い病気、ずっと閉じ込められて、痛い注射に苦い薬、誰も優のことを分かってあげない、誰も味方じゃない。でも優には俺がついてる。お兄ちゃん買ってきたよ。お小遣いじゃ1個しか買えなかったけど、これだろ。わー、ありがとう。今はまだ子供だからできることは少ないけど、大きくなったら騎士になるんだ。強くなって、騎士になって優をずっと守ってやるからな。うん。